閑静な住宅街の片隅で一見見慣れたこのミニ耕運機。耳を澄ましてください。静かですよね。そう、実はこのミニ耕運機、ガソリンエンジンではなくモーター駆動式、電気で動いているから静かなんです。運転音が静かなので場所や時間帯を気にせず使えます。充電式だから取り扱いも簡単。農機メーカーのノウハウを詰め込んだしっかり作業できるミニ耕運機。電気の力で土を耕す、サイレント。サイレントは TME150 と TME200 の2機種ラインナップ。気軽に家庭菜園を楽しみたい方にぴったりの TME150。 軽くてコンパクトでありながら連続作業時間はおよそ55分。持ち運びするときはハンドルを折りたたんでさらにコンパクトに。付属の収納ケースに入れれば楽々と車に積むことができ、泥汚れの心配もありません。農作業ではおなじみのナタ爪がついたロータリーでスムーズに耕運できます。こちらはパワフルでしっかり作業できる TME200。 連続作業時間はおよそ70分。耕運幅はワイドな55センチ。楽々耕運ロータがしっかりと土に食い込むので作業状態が安定し、ぐんぐん耕運、本格的な土作りができます。サイレントは動く、止まるの操作を簡単に行います。TME150 は2ステップで簡単に作業を開始できます。メインスイッチを入れ、運転スイッチレバーを握れば爪が回転し、すぐに作業を開始できます。レバーを離せば止まります。 TME200 は3ステップで簡単に作業を開始できます。メインスイッチを入れ、運転スイッチレバーを握ります。そして変速レバーを前進側に押すと爪が回転し、作業を開始できます。 TME200 は指先で速度調整ができるので便利。変速レバーを前進側に少し押すと爪がゆっくり回転、さらにグッと押すと爪が速く回転します。作業速度が無段階で調整でき、低速でも力強く安定した作業が可能です。体に伝わってくる振動も少ないので疲労がたまりにくく快適です。レバーを後進に引けば爪が逆に回転します。これによりバックや方向転換も簡単に行え、狭い畑や隅々までの耕運が楽です。標準装備の簡単畝立てマットはワンタッチでセットできる一体式。すぐに畝立てを開始できます。今回新たにマットの形状とビリンの位置を最適化したことで、土をスムーズに押し分けてより綺麗な畝が作れるように進化しました。移動ビリンのセッティングも畝立てマットの時と同じくワンタッチ。畑までの移動も楽々です。サイレントはガソリンいらず、排気ガスを出さないからハウス内でも快適に使用できます。バッテリーはご家庭で簡単に充電できます。ガソリンを買いに行く手間もいりません。家電製品みたいに便利ですよね。お手入れも楽々。もちろん
長期保管する前にガソリンを抜いておくといった手間がありませんし、ガソリンやオイルをこぼして手を汚すこともなくクリーンです。また QR コードにスマホをかざせば、いつでも簡単に取扱い方法が確認できます。静かで振動が少ないから快適に作業できる、取扱いが簡単、納期メーカーのノウハウを詰め込んだミニ耕運機。これからの菜園ライフは電気の力で土を耕す、クボタの電動ミニ耕運機サイレント。